アウェイ、鳥取戦、ホーム、松本戦。気になった点を3つ挙げます。1。 冷静と情熱で体を張る大宮。シュートブロックというと焦ってギリギリでやるようなイメージですが、鳥取戦での大宮の振る舞いは冷静でした。試合時間36分40秒、試合時間38分15秒、試合時間52分25秒。鳥取のシュートに対して見事なシュートブロックを見せますが、すべてのシーンで2人でのシュートブロック。2人入ることでリスクはだいぶ減らせるのかなと思います。再現性が見られる素晴らしい守備なのですが、改善点もありました。村上選手、村上選手、 泉選手は分かりやすく手を後ろに組んだり手を胴体から離さないようにしていますがシルバ選手は手を広げてブロックに入っているので PK や体上等のリスクが出てしまいます細部を徹底してほしいところですね 2. フォーバック変更とレッドブル式 鳥取戦ではフォーバックへの変更後にレッドブルイズムを感じさせる戦い方にチェンジします。試合時間67分00秒。フォーバックに変更した後の攻撃で一気にゴール前の真ん中3レーンにサイドバックを含めた7人が殺到。その後、ロストしますが、泉選手のゲーゲンプレスにより、相手のカウンターを潰します。 試合時間86分00秒。今度は小島選手のロスト後にシュビルトク選手が素早い守備でボールダッシュ。その後ロストしますが、ボランチ化していた左サイドバックの鈴木選手と同じくボランチ化していた右サイドハーフの高柳選手がゲーゲンプレスで再ダッシュ。左サイドバックと右サイドハーフが近いエリアで協力して守備をする。中央を厚くするという原則が生んだ素晴らしい守備でした。3、賭けに負けた長澤監督。 長距離移動を伴う中2日、松本戦。大宮は鳥取戦の再現を狙ったのか、フォーバックに変更しますが、左サイドの泉選手、下口選手、右サイドの藤井選手、市原選手は全員連戦、出ずっぱりでバテバテ。長澤監督は強度の低いフォーバックを作ってしまい、2失点。そりゃサイドバックがフォワード肩のボランチ肩のしていたら、体だけでなく脳にも疲労がどっときます。ここから学べることは、ファイブバックの場合は強度は低くても、レーンが埋まっているので、 ごまかせますがフォーバックだと低強度で一気に崩壊するということです以上3点でした最後に心配事集ですコミュニケーションの問題が出てきました守備力選手イライラを隠せなくなっていますアシストを決めて得点を決めてベンチですからそりゃそうなりますコーチ陣のコントロール力の見せ場です最後までご視聴ありがとうございました